今からぼーちゃんお風呂に入ります。久々にお風呂の YouTube。 いつも私が入れてるんですけど、久々に彼がやることになりました。え、大丈夫？お湯加減、うん、気持ちいいかな。行かないからお前は。今日は公園の砂場でめちゃくちゃね走って遊んで落ち葉を追いかけてたの。暴れまくって体にね砂がいっぱいついて、いつも拭き取ってるんだけど、もうそろそろお風呂の時が来たから。もうじゃあ涙焼けもよくコメントくるんですけど、涙焼けについてはまた YouTube 載せますんで。おい、えらいな、えらいじゃん、えらいな。ちょっと、ああやばいやばいやばい、やばいやばい、出てきちゃった。ごめんね、スカートがびちょびちょよ。棒が出てきたんで、地面がびちょびちょです。ちょっとあったかい方がぼーちゃん喜ぶよ。もうちょっとあったかい方が、ぼーちゃんなんかちょっとね、水冷たかったら顔不機嫌になるから。すごいあったかい方がじっとしてくれる。人肌程度ぐらいのあったかさの方が心地いいんかもしれん。やっぱ嫌じゃん、人間だって冷たい水は。もういいかな、うん、フレンチブルドッグ専門店で購入したシャンプーになります。これ泡立てもいいし、フローラルな香りが。ちょっと待って、手で泡立てるつもり。私のやつっていつも泡立てる青色の。違う、それじゃない、バカ青色。あ、そうそうそう、よかった、変わらず泡立てるんかと思った。やりかねないもん、なんか何考えてるか分からんし。いやー、おとなしく待てしてから、待て言うてないのに。スネ毛やばいんだけど、なんか濡れたスネ毛が普段目立たないのに。いや、あー、よかったね。わあ、早速よ。ぼーちゃんニコニしてるから、お風呂中にあげると。よし。お風呂入ってるだけやねん。お風呂入ってるだけやねんけど。洗ってもらってるだけ。洗ってもらってるやけど、ほんまに見て、この腕、この腕で乗せてから。腕かけとる、偉そうに腕。こっちがご褒美になる。そうよ、こんな水だらけ、水びしょびしょに濡れて。ちゃんとドライヤー中もおやつあげます。普段あんまりもらわんから、こういうイベントごとはあげるようにしてる。あ、かわいい。セクシー、セクシー予防。なんかもう寄りかかってない。普段はソファーでくつろいてる感じでくつろいでた。すごいケツよ。ケツ人気やから。ケツ人気やからな、ボーノケツ。ボーノケツ。ブリブリボーンって感じ。ボンボボーンって感じ。もう家でさ、某リビングでくつろいでる時と同じ体勢だから、表情もこんな偉そうに、こんな偉そうにさ、体でもないふり。俺はここだけや。本当にこんなお風呂でくつろぐかね。私と入る時もたまにこんな感じの時ある。嫌いじゃないんよ、お風呂は。ボーちゃんびっくりする。ねえ、ぼーちゃんリラックスしてお風呂入ってるじゃん。初めてのさ、お風呂動画のさ時と比べたらさ、全然違うよね。確かに。あの時ちょっと逃げてたりとか、ちょっとなんかおどおどしてたけど、今はこんな脱力。そうそうそう。あ、お口に、ね、ま、でも舐めても一応ね、あの安全のものになってるんだけど、ちょっと結構ついてるから。
死んでた。こんな飼い主も一緒にびしょ濡れになって洗ってるやつなんて、うん、いい日にしよう。あ、でもあんまりほぼ一緒にお風呂入ってるあ、やぶーって、やぶよーって痛い。ぼーちゃんのね、背中も流してぼーちゃん一緒に濡れる。ぼーちゃんの背中ね、巻き添いよ、巻き添い、ね、びしょびしょやわこっちまで。よいしょ、これは今日もボンのタオルです。専用ね。こういう風にお菓子を置いてあげるとじっとしてくれるもらえるんじゃないか。ドライヤーの時間が変わるから。うん、あ、いいよ、もっとブルブルして自分でボーちゃん、なんかボーって他の犬と比べてあんまりブルブルしてないんですよね。お風呂上がりなんか他のワンちゃんのお風呂動画とか見たら結構ブルブルしてるのに、うん、なんかボーってなんか寝たままで結構いるよね。このまま生まれた時から 1、2回ぐらいしかブルブルしてなかった、うん、だからブルブルしてないからちょっと拭くのが手間っていうか、なんかもう自分で水分拭き飛ばしてくれた方が楽なんだよ、こっちは。Oh,